皆さんお元気ですか。どっこい小一かかじいでさ。どうです。はい、ニューフェイスでの第一弾だね。いい感じだね。やっぱりでもね、お歯黒よりも前みたいにハゲて白い歯が見えてた方がチャーミングさはアップかなってことで、今度ね歯を白く塗ろうかにゃーってなちょっと思います。やっぱ少しイケメンになってるよね。整ってる感じ。はい、ってことで今回は、前回ぐらいかなお届けした100均のプラケースにこのプラダンボールの後ろね壁を入れることでメダカちゃんの選別容器を作りましたって報告したんですけども、はい、その時ちょっと話した水作さんのコレクションケースの今回は S を買ってみたんだけども、まあ M でも良かったかなってちょっと思います。はい、これをほらこんだけね奥行きあるから、これだとねちょっと深すぎて撮影するとピントが行ったり来たりしちゃうなってことで、このプラダンボールくっつけていきますよ。ダダス。はい、ってことでまずはよいしょ、コレクションケースを開封しましょう。開封の儀取り行いますで、チャッキンな以上じゃないの、以上で終わりじゃないの、パカス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 。はい、これも解体してゴミだね、これもゴミだね、よいしょ、はい、うん、真っ白、オーケー。おお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 、なんとカルキ抜きと光ベタ入ってる。あ、これうちのあのプラカットちゃんたちにあげよう。うちはねアドバンスあげてんだけど、これもまあ食べるだろうからあげましょう。へー、オッケー。ってことで、あ、なんかシールがあるよ、シール。シールは、なんと、品質保証の対象なんで、剥がさないでねって。多分これで水漏れしたら、このほら、ZY の8、OG の4、QC の9、TJ は空欄のナンバー、2301のロットです、つって、水作さんにお知らせすると向こうでデータ照合して、で新しいのを送ってくれるのかな。はい、これプラダンボールってこう線が入ってて、こっちに曲げるとポキっていっちゃうんだよね。でこっち、この線に沿ってこういう方向はちょっとたわませられる感じ。どっちでもいいかあ、でもこう刺して抜いてを考えると水抜けがいい、この縦方向だよね。刺して抜いてつってジャバーつって、ということでこれを重ねて、ここですよ、そうですよ、この、お、雷が鳴ってるんじゃないの。こうするとさすごいいろいろ映っちゃうんだよね。まあいいか、これで下がここだから、いや、ペンで引いてもいいんだけど、もうこれハサミの先端でよー、あ、なんかうまくいかなかった、よーって、はい、線が引けました。ここを切ればいいわけですわ。ここを切りますよ。はい、ジョッキジョッキジョッキ、お、お、パツッつってる、ジョッキ、ここまでか、よし、縦長なんだよね、この何コレクションケース。こんな長くなくてもいいのかこんなフルサイズじゃなくてもよかった。これでちょっと幅が広かった、広すぎた、人線分、これ切りすぎるとまた新しく切り出さないといけないからね。お、これ見て、まっすぐ入れようとするとちょっと入りきらないなってぐらいの方がちょっと斜めらせてよいしょってやれば、ほら抵抗でいける。もう、あ、これあれだ、品質のシールは
隠す方向でこうやってこうやって完璧か。ちょっとこれやりすぎだろ。下のスペースがゼロになっちゃったよ。ちょっとぐらいな感じ。はい、これぐらいな隙間でね、これで、はい、正面。今ね、一回ね、同じ動きをして撮影したら、ちょうどね、アタスのもう一つの顔がくっきり見えちゃったんで、プラダンボールを今、後ろに置いてますよ。ほら、照明が見えとる。はい、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、簡単にできたねってことで、この後は横身で生えるあのメダカちゃんを使ってテスト撮影だよ。カカジーチャンネル。はーい、ってことでセッティングが完了しましたよ。さあ、ここにまずは水を、よいしょ。あー、かなりグリーンウォーターが、ほらかなりグリーンを、あ、一匹入っちゃった。早くも一匹入りました。さあ、何のメダカちゃんなのでしょうか。まだ頑張ってる。ダーンと、ちっちゃいな。っていうか下、空間ができてる。危ない。これはやり直した。向こうに行けてしまう。やり直し。ミステイク。ほら、下に空間ができておる。これはダメでしょう。ってことは逆向きかな。逆向きかにゃ。そうだね、この向きで、はい、あ、映っちゃった。よいしょ。はい、この向きでこんな感じでね、おい、隙間ないようにしないと向こうに奥に行っちゃうよ。意味がないよ、隠れちゃうよ。いやいやいや、ミステイク。これでも、これでいい感じじゃないの。ほら、こんな感じの。よし、ちょっと水が汚れちゃったんじゃないの。ってことで、少しグリーンウォーターがきつかったんで、組み置きの浸水を入れよう。OK。これちょっと狭すぎるかな。大きめの入れたら反転できないよね。もうちょっとだけ後ろ。半分使うぐらいかな。あ、いいっすね、いいっすね。めっちゃいいじゃん、この幅。ほら。こんな感じで。で、下の隙間は大丈夫？まあ、大丈夫かな。よし。さあさあ、今度こそ。あ、元水をグリーンウォーター注入。あ、いい音だ。まあ、これぐらい入ってればいいかな。もうちょっとちょっと適当にすくうよ。よいしょ、はい、1匹入った。さあ、何のメダカちゃんなのでしょうか。あ、ちょっと待って、ちょ、どこ行った。やばい、飛び出した。え、ちょっと待って、どこ行った。いた、大丈夫かな。こっちに入って。よし、そう。やべ。逆向きがいいね。こう。死ぬ？セーフ？とりあえずセーフか。いやー、やらかした。他の子は？あ、この子綺麗だね。よし。入れか、ちょっと、元気が良すぎて。あ、裏っか入っちゃった。うまくいかんもんですな。でも、すくい直して。はーい、投入。2匹入った。あとこの辺、3匹まとめてはちょっと難易度高くなるか。こうやって、はい、
網を入れて投入。あ、いいですね。これで5匹、5匹入ったね。いやビビったビビった。いや危なかった飛び出したよ。入れ方ちょっと要注意だな、これ危ない危ない。さあもうちょっとこうドンピシャに してみようか。あーいいですねいいですね。3杯ドンと。ほら、カカジーチャンネル。あ、これオスだね。これビロビロすごいからオスちゃんだね。これ今こっち向いてる子は、この子メスっぽいね。メスっぽい。下の子は、あ、この子メスだ。これメスだ。ってことはこれ上2匹オスかな。で奥は、あ、奥もオスだね。あれ完全に背びれがさ、ほらファッサーってすごいのよ。でメスちゃんの光体型のメスちゃんはこうやってちょっとこう後ろ側がスンってこうすぼまっていく感じだったと思う。だったと思う。だったと思うよ。ちょっと手前にピントが合いすぎて。よし、やっぱりちょっとグリーンウォーター入れちゃったからぼやけちゃうかな。あ、こんな感じで。はい、さあこの子は何かというならば、音姫さんです。前にねうちにいた音羽さんの原種って感じかな。これでもブラックリムが結構綺麗だね。前と同様にヤフオクで譲っていただいたんだけど、この系統はねブラックリムがっつり出てかっかっこいいよね。かっこいいんだけど、親魚の時にもあーって思ったんだけど、尾びれがね線が真ん中に入ってなかったのよ。種親ちゃんずれてんの、ほらこの子とか上にずれてるじゃん、尾びれの真ん中の線が。でこの子結構真ん中入ってるね。おー、全員ずれるかなと思ったけど、この手前の子とかは完全にど真ん中入って綺麗だね。メスちゃんか。へえ、ちょっともうちょっと太らせたいね。うん、小さい容器で飼育しているので意外と栄養が行き渡ってないのか。もうでも成熟してるっつってもいいよね。背骨もいい感じだね、ほら。おお、背骨もそんなぐにょんぐにょんってわけでもないので。おお、やっぱ大きくなってんのオスが多いかなね。でこれメスちゃんだね。メスちゃんはちょっと背びれの前がボコついてる感じかにゃ。おお、すごい、もうかなり撮影のピントが安定してきた。ちょっとねフォワってこうソフトフォーカスっぽく見えとるのはあれのせい、グリーンウォーターのせい。ちょっとレンズ拭いたら改善する？改善する？改善しないよね、ほら。あー、グリーンウォーター入れなきゃよかったかな。逆になんかちょっと神秘的な感じになってる。この子ちょっと鈴木ヘッドだ。おお、これメスちゃんじゃない？あ、え、違う？メスちゃんっぽいな。あ、違う、メスちゃんこれだ。これこの子。さっきの子は落ちたやつだ。飛び出してちょっと今床でビタンビタンしちゃった子なのでちょっと弱るかも。頑張れ。おお、いいな。やっぱり光体型はこうやって横目で見ると、横目で見るといいね。この上下均等な背びれ尻びれ、いやいいな。素晴らしすでしょう。フィッフですよ。おお、ええの。カカジーチャンネル。
いいですね。はい、これでピントがねぼやけないっていうね、どの子にもピントがちゃんと合ってるっていう、素晴らしいっすじゃんこれ。ほえー、奥行き制限するとやっぱりいいね。スマホはやっぱりその辺のオートフォーカスが迷子になっちゃうことがあるんで、こうやって奥行きを制限してあげて、なおかつ黒いバッグにするとこういう赤系とかね、みゆき系もそうかな、うん、映えるよね。おー、メスちゃんもういないのかな。あーダメだ、今ちょっと容器から救いたいんだけど、ちょっと今敏感になってそこへ沈んで隠れちゃう。せーの、6匹目ドンと入った。ちょっとやっぱちっちゃいかな。今左の奥にいる子だね。今こっち向いてる子、よいしょ、ドンと3倍ドンと、この子です。あ、やっぱりオスだ、オスだね、オスが多いな。あれあれあれ、いやすごいねブラックリム。あ、うんこしてる、うんこ放ちました。うん、メスが少ないぞ。とはいえこの子たちをルイダイ引き続きするのかどうしようかって悩み中ではあるんだよね。1倍ドン、あれ1倍ドン、はい。ちょっとね飼育スペースのこともあって、よいしょ、少なくともあのもう一種類光体系の子、今うちにいる光体系の子でもう一種類金輪竜ちゃんがいるんだけど、あの子たちはちょっと類代は止めようかなと思って、まあどうしようかっていうと、できればうまくいくならサンシャインちゃんをメインに増やしていこうかなって。綺麗、綺麗さっていうか、なんか好みで言うとこいつだみたいなところがあったんで、でもこうやって光体系横目で見るとやっぱりいいね。乙姫はちょっと尾びれがまっすぐ入ってる子を選別して類代してみるか、もう一台。かなりこの系統は中心線が上にずれやすいんだけども、あ、今投入した子も真ん中だね。これ一番ちっちゃい子はそうだと思うんだけど、この子この子ほら真ん中ですわ。綺麗。さあさあさあよ、はい、こんな感じでいいね。サイズ的にもちょうどよかったかな。親魚になるとちょっと手狭かも。今ね 2、3センチぐらいだから、もう二回りぐらい大きくなるときついかな。まあ、こう指見えるとほらこれぐらいの、私の指でっかいんだけど、これぐらいのサイズ感だったらこの S サイズちゃんがすげえ今バランスよく写ってるじゃん。いいですよ。ちょっとフルサイズ用に M も欲しくなってきちゃったな。はい、あ、そうだ、じゃあもう一品種いこうか。でっかく育ったのがおるのよ。でっかく育った子、ちょっとじゃあこの子たちは戻っていただいて、オスちゃんだらけだ、ちょっとメスちゃんもっと育てて増やして、いやー、ということで乙姫ちゃんでした。横見すばらしいっす。かかじチャンネル、よし、続きましてはね、こうメダカツ復活の最初の子たちだね。この子だ、ちょ、飛び出さないように、よ、参りましょう、チャポンと、はい、お、一番でかい子が入ったかも、よいしょ、よ、
全員、ああ一匹飛び出した。よいしょ。あ、ちょっと掴んだぞ、この容器への投入の仕方。よし、もう一匹とこう。よし来い。よし来た。オッケー。なぜかあと一匹金輪竜ちゃんが混ざってましたけども、はい、この子たち、うわすげえな、めっちゃ育ってる。お、これでもちょうど反転できるぐらい奥行きが取れてるな。これかなりでかいっす。この子とかかなりでかいっすね。はい。ってことで、ドンと。あ、ちょっとヒレナガっぽくなってる。実はこちら、サボラメちゃんたちですね。サボラメちゃん結構産んだんだけど、あんまり孵化しなくって、そのまま真夏に突入しちゃって産まなくなっちゃったっていう感じでございます。あ、でもこれ、ヒレ長いのオスちゃんだね。この子と、これ下の子と、で、上の子はこれメスちゃんだね。で、こっちの、これメスちゃんだね。サボラメは雌雄がすっげえわかりやすい。あれ？これオスちゃんかな？オスちゃんっぽいね。メスちゃんこの子だけ？オスだ。オスオス。オス。あ、メス一匹だけだ。なんと、やはりうちは男の子が集まるという、なんという環境なのでしょうか。男の園だね。はい、こんな感じでね、ラメラメがっつりだよ。この子たちはこの子たちで、上見した時の綺麗さっていうのは独特のものがありやすが、あー、ちょっとね、サンシャインちゃんを見ちゃうとね、あのスーパーラメラメかつゴールディっていう私の好み、ドンピシャでしたね。でした。おお、このイエローヘッドもかっこいいな。やっぱりどの子もいいね。それぞれの良さがあるメダカちゃん。これなんかすごいよね。本当古代魚っぽい。ここ古代魚っぽい。すごい。あ、来た。おお、これサムネじゃない今回の。おお、ちょっと。ヒレ閉じ気味だけど、パカッて開いてくれればね、すげえよかったけど。カカジーチャンネル。おー、すげえ。いやー、ついついサボラメちゃんを観察するぜーな感じでモードで見入っちゃったけど、本来の今回のお題のピントがブレずに複数ね、こうやって選別しやすく取れるかなっていう試しだったんだけど、やっぱりね、ガラスは透明度すごいね。めっちゃクリアに取れる。すごい。いやー、で、大きいサイズのメダカちゃんもコレクションケースの S で十分いけるね。うちだとこの子たちがね、かなり最大サイズなので、そう考えるとこの奥行きで十分反転もできるし、でもピントがブレるほど奥に行けないみたいな。ほら、うえー、すげえ。ちょっと今手で手動で引いて全員が入るぐらいな。無理だ。無理でした。等倍ドンと。はい、こんな感じで。この子らは結構上に浮くね。表の繁殖用容器のサボラメちゃんもそうだけど、浮いてご飯をガンガン食べることが多いです。なので飼育だけで言えばね、すごく飼いやすい。まあ、こうやって形質もばらつきが色合いぐらいかな。イエローヘッドとホワイトヘッドの2種類出るぐらいかな。あとはラメの個性だよね。いやー、いいね。よーし、よしよし、この容器いいですよ。はい、ということで今回は、おっと、暴らさせた水作さんのコレクションケース、これで選別容器をカスタマイズしてみたら素晴らしい透明度で撮影バッチリですよ。はい、飼育運動極めましょうね。そう、カカジーは
コレクションケースもシークンド。ずっすずっす。ドーン。イエーイ。さようなら。ほっ。お元気で。いやー、サボラメちゃん、もっとね、生まれたんだけどね。あれ、5匹だよ、まだ。いやー。チャンネル登録は、ここ。関連動画は、ここ。再生リストは、ここ。です。よろしくです。